夏の夢、淡く消し去る秋風に揺られて楽しむ地酒と遠く。悲しい時、悲しい時、おかみの締めコメントがうまくまとまらなかった時、おかみの締めコメントがうまくまとまらなかった時。最終回のお客様はアルファクラブ株式会社常務取締役の畑剛様と、株式会社安藤設計代表取締役社長の安藤弘樹様です。ゴルフや自転車などスポーツの話題で盛り上がったほか、お二人に会社をまとめる立場として心がけていることを伺いました。まず、はい、お二人ご出身が、畑さんが埼玉県川口市、はい、です、はい、そして、はい、安藤さんが宇都宮市ということ で、 そうです。畑さんは、こちらにいらっしゃったのはどれくらい前なんですか？平成18年の5月に、はい、栃木へ赴任しました。ただ自宅は埼玉県埼玉市なんです。じゃあそんなにもともと遠くではないですね。もう今まで、埼玉以外で赴任したところで一番近いところになります。宇都宮ご出身の安藤さん、もうずっと生まれも育ちも、はい、そうなんです。生まれも育ちも宇都宮でね、で大学の時だけ東京に行っていて、その他ほとんど宇都宮が出たことがないんですよね。その東京に行った後、もう一度こう戻ってきたっていうのはやっぱり宇都宮がいいなって感じ。ああ、そういう東京で就職をするというイメージがなかったので、うん、あ、そうなんですか、やっぱりもう就職するなら自分の町で、地元ということでね、でもそれからまあずっと今まで宇都宮ですね。宇都宮は住みやすいしね。住みやすいですよ ね、 ですよね。どうですか畑さん、住みやすさ。まあ偉そうなこと言うとですけど、埼玉は人口700万じゃないですか、はい、その時は200万、で、まあ、どんなとこなんだろうなと思いながら、まあ、手探り状態で来たっていうのが現実ですね。まあ、栃木県は200万でも、宇都宮にね50万がありますから、割と大きい大きい都市は都市ですよね。だから郡山にもいたことありますし、熊本にもいたことあるんですけど、あと、まあその時熊本は50万人口で、郡山なんか33万なんで、郡山に比べたら大きいなで、熊本と同じぐらいのところへ行くんだなという感覚で来ましたね、実際どうですか、暮らしてみて。正直言いまして、思っていた以上に、いいとこですよね。いいですね、嬉しいですね、これ間違いかもしれないですけど、50万人人口って一番まとまるんじゃないかな、ということで多分仲間意識が強いのかなっていうのが、率直な感想ですね。栃木が、そうですね、割と仲間意識っていうか、ただ逆に外から来た人は割と入りづらいっていう、まあ、畑さんはね、そうじゃないっていうことを言ってますけど、割とこう阻害するっていうのかな、割とすぐなんか入っていって入りました、こう積極的に入ろうっていうふうにこう動いてらっしゃる、思ったわけなくて、みんなやっぱり温かくて優しい人で、逆にまあ安藤社長おっしゃってましたけど、私もそんな喋る方じゃないので、向こうから喋ってきていただいて、っていう感じで、だから持ってたその印象とは全然違う、あったかい街だなというのと、仲間を大切にする街なんだなという感じはしましたね。割と、私 の、 外から来た人なんかは割と入りづらいなっていう話は聞くんですけど、初めてっていうかあれですね、畑さんのそういうのはいいことですね。多分いろんなとこ行ってるからこそなのかもしれないです。初めてほら一回しか動いたことない人かというとかもしれない、ちょっと構えちゃうかもしれないですけど、まあ、その人によりはちょっと積極的に入ろうとしてたのかもしれないですよね。もう仲間に入ると割ともうね、助け合いであったり、
まあ、追っかけてまでいろいろ面倒見たりっていうのがありますからね、はい、ここで私の栃木おすすめスポット。お二人の栃木県内でお気に入りの場所とかおすすめのスポットはありますか？やっぱり私はいろは坂から上がっていって、はい、そうですね、華厳の滝とか、まあ、日光がいいですね。日光ですかね。なんてよく言ってくれました、私の母 の, あのでは中禅寺湖なんで、もう私はもう小さい頃からずっと中禅寺湖の自然を見て育ったんですよね。いろは坂のこ の, あの厳しいところを上がった上の景色ってすごいですよ ね、あそこから湯滝に行って、湯の湖に行って、湯の湖もいいですね。いいですよね。千条ヶ原みたいな、ね、あそこもいいよね。あそこは歩かれたことあります？千条ヶ原。見たことないです。いや今度千条、赤沼のところに車を置けますから、はい、赤沼に車を置いて千条ヶ原をずっと登って、その湯滝を登って湯の湖を回って、はいはいはい、あそこにあのお風呂がありますから、はいはいはい、お風呂に入って、はいはい、それでバスに乗って赤沼まで戻って、そうそうね、多分1日コースですから、あの平坦ですし、まあその湯滝のところのね、あの階段は結構きついですけども、もう非常にハイキングコースとしてはいいですね。自然ですからね。でもさすがにも地元だけあっておすすめのこのルートとかバスに乗っていても、これからその紅葉の時期ですしね、紅葉の時期いいですね、行きたいですね。混まなければね。あ、そうなんですよね。もう私はね、混むの、あの渋滞がね、ダメだから。地元だから知ってる実は秘密で教えたくないスポットとかってありますか？ここで公表で、教えてくださいよ。知りたいですね。まあ観光地ですからね、まあ、那須、那須であったり塩原であったりこうありますけども、あの、その日光に行った裏南帯っていうのがあるんですよ。裏南帯、はい、はい、戦場が荒越えて、あそこは、高徳牧場っていうのかな、あるんで、そこから抜けて、湯西の方に抜けられる道がある、裏南帯という道があるんですよ。これは普通の乗用車ですと、はい、お腹すっちゃうから難しいですけど、あの四駆であったりそういうものであると、こう出られるんですよ。それは向こうから見た、湯西の方から見たこう、景色が素晴らしいですよね。金色にこう南帯山がこう輝くんですよね。綺麗。これは素晴らしいですよ。どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます。これは豪華だな。はい、あ、すいません。はい、すっげえなこれ。いただきます。いただきます。え、真ん中のがサメですか？これが海。海ですよね。これがサメですか？これがサメ。食べたことない。うまい。私は小さい頃よくサガンモっていうか、さっき言ってたサメ、サメをカットしたやつ、こう煮たやつをね、次の日になると煮こごりになって、いや、めっちゃ食べたことないです、サメなんて。美味しい。でも土地が好きでここに住んじゃう人もいますけど。いや、いますよ、本当に、あの温泉が好きって人多いですよね、それとゴルフが安いんですよ。ゴルフは日本一安いです。日本一ですか？日本一安いです。安い。私まだゴルフをまだ経験してないんですけど、多分やるとハマるだろうなと思ってるんですよ。ゴルフをこうハマるポイントって何ですか？これは楽しいからやめられなくなるみたいな。はい、はい、自分はゴルフが好きではないかったんですけど、あ、そうなんですね。カートに乗らないで、ただあの緑のところを歩く、ひたすら歩くっていうのが好きで、今もうだいぶ始めてから 4,5 年経つんですけど、今でも絶対カート乗らないです。へえ、歩けるだけで十分。歩くのが気持ちいい。いいですね。そういう楽しみ方あるんですね。もうひたすら歩く。そうすると、まあ、約10キロ歩いたことになるんですけど、
綺麗な景色見ながら10キロ歩けるっていう方がゴルフが好きになるより最近そっちの方が好きになっちゃいました。はい、うん、私はこのスコアはね、はい、まあ、悪くても一打だけこうナイスショットってあるじゃないですか、はい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 、もうその爽快感をティーショットでも何でもね、もう当たった時の爽快感を、うん、味わえばやっぱりねゴルフの病み好きになりますよね、うんうん、一度味わっちゃうと、そう、あ、これだと、うん、なんか素人の方は、はい、一番良かったその一打で一晩飲めるんですって。へー、そうなんですか。だけどプロは失敗したその一打で一晩反省会をするらしいです。なるほど、はい、へー、うん、面白いですね。やっぱあまりこう、なんだろう、打つ、なんだろうな、やっぱりやってみないと分かんない楽しさなんでしょうね、それは。若い方も行ってみてほしいって感じですね。だからこの最初からこうレッスンプロについてどうのこうのってやるよりも、何も教わらないっていうかで、コースに行って、うん、ラウンドして、うん、ナイスショットして、うん、あ、これだとつかめば割とやみつきになって自分から練習行くじゃないですか。はいはい、教わる、あ、確かに行かなきゃいけないっていうよりは、そっちの方が楽しいかもしれないね。あとゴルフ場の食事も楽しみですね。あ、そうなんですね。食事もどこも美味しいですよ。へえ、やっぱりそれはもうセットなんですかね、プレー、セットの場合と別の場合とはあるんだけども、まあ、まずい食事を出すゴルフ場はあまりないですね。まあ、ゴルフやったその間にビール一杯飲みながら食べるのもこれも楽しみです。 いいですね。うん、ちゃん、はい、ハイボール、ハイボール、はい、焼酎の、麦の水割りお願いします。はい、はい、分かりました。これ結構スポーツがお好きなんですか。そうですね、今でも体動かさないと。そうですね、休みの日は必ず朝5時起きて自転車とジョギングをします。両方ですか。両方、はい、すごい。私も自転車をやってたんですけど。あ、そうなんですね。チーム作って、はい、那須、はいはい、サイクルであったり宇都宮ので、はい、チームで出てたんですよ。だけど私の仲間がみんなね、はい、落車して、うん、骨折して、うん、まあ、ちょっとうちのかみさんにどうしても自転車だけはやめてくれということでね、まあ、会えなく。でも面白いですよ、自転車、爽快感があるし、川沿い走ると気持ちいいですしね。あ、そうですね。すごいな。すごいですね。私の遊びのサイクリングとは全然違いますね。でもこういう自転車乗ってます。こういうって言うんですか。こういうんじゃないです。マウンテンバイクの方で、本当に遊びで、本当にこうヘルメットかぶって衣装をまとうんじゃなくて、本当に私服で街乗りですね。街乗りです、うん、で、オリンピックの候補地から落ちたサイコっていうところなんですよ。はいはいはい、うちからすぐ近くに、はい、冒頭競技場になろうとしたところ、うんうん、そこを5周回って、うん、5周回った後に1周何キロですか。 4.7 キロ。ああ、じゃあ5周ってことは、はい、午後25、まあ、30キロ、うちからの行き帰りを考えれば、まあ、30キロ以上は。あ、30キロはちょうどいいんじゃないですかね。はい、はい、それからジョギングしたり、まあ、土手みたいのがありまして、階段を登ったり降りたりを50往復ぐらいしてから家に帰るとちょうど3時間。50往復。はい、はい、それ。私らはやってた頃は自転車を担いで湘南スカイラインに行って鎌倉に行って、鎌倉をずっと走って降りたため、自転車って折りたためるじゃないですか。折りたたんで、はいはい、帰りはまた鎌倉から湘南でこう、なかなか爽快でしたね。湾岸をね、こう走るっていうのは。まあ、一時ね、暑くなった時はそういう一生懸命やってたんですけどね。はい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 、やっぱりその自転車の魅力っていうのは爽快感ですかね。自力だからね、エンジンついてないし、自分が漕がなきゃいけない。あと私学生時代ずっとバスケットやってたので。あ、そうなんですね。今の、まあ、ブレックスに夢中なんですよ。ブレックスいいですね。いいですね。この間日本一になった時も、
あの代々木体育館にね、はい、チケット取って、はい、行きましたか、うん、黄色い T シャツを着て一緒になって応援してきましたよ。まあ、スポーツが盛りなのは重要ですね。そうですね、重要ですね。ヨンプロが、ね、あるのは栃木県だけです、はいはい、そうなんですよ。ヨンプロですよ。そこはすごいですよね。そこはすごいです。うん、アイスパックス、自転車、自転車、自転車、サッカー、はい、ね、サッカー、自転車ね、2チームある、2チームありますから、うん、それこそその、あ、今度野球もできたから、野球、うん、ちょっと弱いけど野球はちょっと必要ですね。作新があるんですからね。作新が強いわね、うん、私はあの作新の野球はもう去年優勝した時もずっとあの甲子園に行きっぱなしだったんですよ。あ、そうなんですか、はい、私はあの、まあ、作新のちょっと関係してる団体にいるもんですから、うんうん、もうずっと行ってたんですよ。うん、じゃあ、 あの戦いを近くで、もうあの優勝の、ね、シーンをね、間近に見られてね、感動でしたね。で、今年もね、あの1回戦ですけど行ってきましたけど、うん、本当に、まあ、残念ながら。でも、あの、あの栃木の次は埼玉ってのはいいですね。あ、そうですねいいですね。あの江川君っているじゃないですか、作新の江川、はい、彼は私の4つ後輩なんですよ、はいはい、で私卒業した時、はい、彼が夏の甲子園の時予選、県を予選を見に行ったんですけど、うんうん、石橋校だったんですけどね、もう球がこういう風に上がるんですよね、ホップしていくんですよ、うん、はい、でこのぐらいバッターとの差があってね、すごいんですよ。だ今あのなんとかカメ、あのスピードなんとかカメラっていうのがあるんですけど、それがもしその時代にあったら160を投げたんじゃないかっていう、投げたかもしれないですね、って言われますよね。いやー、これすごいスピード感があの頃はなかったので、はい、160って今の選手、今で大台に来るクラスみたいですよね、多分。わー、すごい。控えのピッチャーがうちの会社にいたんですよ。あ、そうなんですか。大橋くん、大橋くん、大橋くん、大橋くん作新の裏だで、あの江川が小山に行くからって言うんで、うん、彼は作新に行ったんですよ。そしたら江川来ちゃったんですよ、うん、からアンダースローかなんかで、アンダースローかなんかですかね、かわいそうに、うん、いいピッチャーとしても、いいピッチャーなんですよ、サイドスローで、うん、で埼玉で実業団に入ったんですけど、うん、あれが投げるとブーイングなんですよ、うん、なんであいつ投げさせるんだよ、打てるわけねえだろぐらい控えだってすごかったですよ、あの人も。そうですね、まあ江川くんがね、怪物ですからね、うん、怪物だよ、本当に、うん、あの私この間、この同友会であの宮崎の方に、うん、あの宮崎県と交流で行ったんですけども、はい、その時にあの栃木県と言ってもなかなかイメージが分かんなかった、うん、作新と言って、うん、それはもう作新、栃木県とかって言ってね、はい、お笑いしたことがあるんですよ、はいはいはい、ここで栃木魅力度アップ作戦。日光が有名でしょ、はい、で足利もフラワーパークはあの、うん、日本一になってるじゃないですか、ありましたね、で那須も結構有名なんですけど、うんうんうん、そこが栃木県とこう結びつかないんだろうなと思ってるんですよ、うん、つかないです、ね、つかないです。日光は有名だけど日光は栃木だと栃木県と思ってない、はい、思ってないです、はい、それはね何かあのこう結びつける形をね、何か、だって餃子ね、日本一宇都宮、宇都宮が栃木県の県庁所在って多分知ってる人もいないかもしれないし、だからそれの結びつきをね、なんか紐解けば栃木県の知名度ってこう、ね、ランキングは上がるんじゃないかな。ガスの御用邸も栃木県だと思ってないかもしれないですね。あ、はい、ね、としたら益子焼き、栃木県だと思ってなかったですから。マシコ、栃木だと全然思ってないです。茨城県だと思いました、私。確かに、あれは笠間でしょ、はいはいはい、ね、あんな有名なのになんで栃木だと思ってなかったですよ、本当に。あの地震に強い町って言ったら多分結局津波の心配もないじゃないですか。で、まあ早く言えば大企業の、本拠地であるコンピューターの 発信地を宇都宮にしたら問わないかなって思ったりもするんですけど、だから頭脳を全部宇都宮に集積できるんですよ、ね、そうなんですよ。だから田中が来たりいろいろな工業団地のね、精密機械やってるところは割と栃木県はいいですよね。あと群馬、揺れだけですもんね、あと何にもないですもんね、そうですよね、
で結構広大な土地がね、那須宿とかね、うん、まあ、うんうん、たくさんありますからね。コンピューターには水際弱いので、あ、なるほど、水害があるところには多分、うん、本体を置けないですからね。それでいうと栃木は絶対安全ですね。絶対安全、うんうん。まあ、この間話したんですけど、茨城県ってこう筑西地っていうか筑波と、はい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 、あのいわきの方だと、はい、もうかなり離れてるじゃないですか、うん、だから栃木県同友会の全部の会議を、じゃあ どこどこでやりますって言ってもみんな一泊止まりでしか来られないんですよ。栃木県は宇都宮で同友会の会合って言うとパッと1時間ぐらいで来られるじゃないですか、うん、それは素晴らしいんだって言ってまして、栃木県は、まあ、うん、丸に近いじゃないですか、はいはいはい、茨城はこうだからね。そうですね、大変なんですよ、北の方が大変なんです。 北茨城の方なんかすごいですもんね、本当に。新幹線は止まんないし、新幹線は止まんないし、うんうん、あとはあの6大学ぐらいクラスの学部を誘致したら、はい、うん、だってね、独協の本院も、はい、自治医大の本院も栃木県なんですよ。医学部、うんうん、6大学クラスの医学部が栃木県にあって、はい、そのまま就職してもらうとか、うん、あと国際医療福祉大学ってあるしね、うん、そういうところに就職してもらって家族も来てもらうっていうことを考える、うん、なんか、まあ、あとはね、小松もあれば本田もあれば、うん、日産もあるのに、うん、理工学部ですか、うん、が栃木にあったら文系が多いですよね。そうですね、うん、うん、宇大、芦工大、うん、ですね、白工大も文系でしょ、作新も文系ですよね。結局栃木県の人が六大学のために東京行っちゃって、そのまま東京で就職して家庭持たれちゃうわけじゃないですか、うん、だったらその、あの大学本体を持ってこいとは思わないけど、うん、学部を持ってきて、うん、栃木県らしい学部を持ってきて、はいはい、その、ね、理工学部、うん、ね、うん、そういうのを持ってきてそのまま就職してもらって、うんうん、結婚してもらって家族作ってもらったら、うん、っていうふうに思いますけどね。今私らあの、うん、設計業務に携わってるんですけど、うん、その後継者っていうか、うん、あのそこに就職する人がもう少ないんですよ。建築業もそうですし、うん、設計業も少ないですし、うんうん、でも全体でその学生をそういう、うん、まあ、栃木県だけじゃなくてね、全国でもそうなんですけど、そういう技術系の人を育てるということを、うん、もう単体では難しいですから、業種ごとに全部そういうものがね、うん、若手あの就労者をこう育てるっていうんですかね、うん、ことをやってるんですよね、うん、提供はいいと思いますよね、うん、提供クラスはいいと思って、あとはその6大学クラスのやつがあれば東京に配送しなくてもこちらで収まってくれるのかなと、うん、医学部は絶対必要ですよね、うん、栃木県には。普段こう仕事をされている中で大切にしていることとか、うん、心がけていることとかはありますか？大切にしていることは、はい、従業員と、まあ、私たち経営者ときちんとコミュニケーションが取れるということを大切にしてるんですね、うん、と従業員のモチベーションをこういかに上げることができるか、はい、私たちね、あの、まあ、経営者というか経営者側は自分で全てできるわけじゃないですから、うん、いろんなことをその社員の人がやってくれるわけなので、はい、そういう人たちが気持ち折ることなくね、働きやすい職場、まあ働きやすい言葉って口でそういうのは簡単なんですけども、まあ嫌な仕事もあるじゃないですか、うん、いいことばっかりとは限らないですから、はい、辛い仕事があった時もちゃんとこう見てあげたり、うん、あの声かけてあげたりっていうことは気をつけてやってるんですね、うん、それと一番心がけてることは、一番先に会社に出社したい、はい、うん、と思って私はじゃあ9時からなんですけど、はい、8時か8時前には出社するんですけど、負けてしまう時が時々あるんですけど、うん、なるべく一番に行きたいなと、誰よりも早く会社の鍵を開けたり、まあね、ちょっと
たいなとは思ってるんですけどね、それが全てできるとは限りませんけどね、まあ、望んでることはそんなことかな、やっぱり社員の人と私たちがこう両輪っていうか一緒にならないと企業っていうのは伸びていかないし、私たちの企業が伸びればやっぱり社員そこに働く社員家族もこう割と幸せになれるだろうし、うん、いい仕事をしてモチベーション上げられるかななんては思ってるんですよね、うん、いい関係を築くっていうのがいい仕事にもつながりますし、そうですね、皆さんのモチベーションの維持とか向上にもなりますよね、うん、そうですね、うん、やっぱりそういうものが健康管理にもつながるし、うん、今ね働き方改革って言って、うん、結構電通の問題で、うん、ああいう事件があったんですけども、はい、私たちも まさにあれと同じ業種っていうか業態なんですよね、うん、やはりこういろんなものを単純に同じものができるわけじゃなくて、はい、この線一本を引くのに1時間2時間考える業種であるわけなので、うん、だから時間ってこうどうしてもこう重なっていっちゃうところがあるんで、ね、でもそれをもうちょっと短縮して何かできるようにみんなで考えようということはいつも提案して、答えはすぐには出ないんですけど、はい、どうにしたら皆さんがそれぞれそんなに遅くまで残業しないでちゃんと定時とは言わないにしても帰れる、忙しい時はちょっと仕事を遅くまでやる、そういうメリハリがついたね、うん、職場でありたいなとは思っているんですよね。全く同じことを考えておりまして、はい、私たちが仕事するわけじゃなくて社員が仕事するわけですし、はい、もう一番痛いなと思ったのはさっき言ったように本当に下手すればブラック企業になっちゃう職業なので、うん、はい、うち24時間営業総裁の方は、うんうん、ということを考えますと本当に叩かれたら、うん、もう塵も出てくるというような部分なので本当にそこら辺は意識して休みの問題、勤務時間の問題、うん、そこはよく見てますし、やっぱり、お客様に接するのは社員なんで社員の働きやすい環境っていうのだけはもういつも考えて、もう社員が主役だと、俺たちは全然関係ないっていうような、まあ、私たちはお客さんに直接接するわけじゃないのでそこばかりを意識してますし、まあ、毎月そうなんですけど、毎月その社員の優秀な方は、大したことないんですけど、うん、表彰してあげると同時にこういうところで上層部と一緒に食事して、はい、でホテルも取ってあげて、っていうのは栃木県下黒磯から、うん、足利まで社員いますから、はい、来てもらって飲むには一泊してもらわなきゃいけないの で、うん、でそういうものもそうですし年間にアワードっていうのをやってまして、うん、まあ早ければ、アワードの人はグアム1週間とか3泊4日とか、沖縄とか北海道とかっていう形で休みと同時に、それもペアでね、まあ、家族の分まで出せないんですけどペア分だけは出して必ず表彰して、っていうことでもう本当に、社員が働きやすくなることだけを、まあ、願ってなってないですよ、なってないですけど、それだけを考えて日々、仕事はしてるつもりです。はい、はい、で社内環境をこう働くこう喜びだったり、うん、なんかそういうものって、うん、まあ、みんなで作らないと。そうです ね、 ねえみんなの会社だから、うん、そうなんです ね、 ね、ですよ。自宅にいる時より会社にいる時の方が長いだろう、うん、だったらここの職場にいる時が、まあ、楽しいとは言わないにしても働きやすい環境に、うん、ほら会社が与えるもんじゃないし、みんな社員がみんなで作るもんじゃないのかなと私は思うんですよね。だからそのためにいろんなことはしますけども、やっぱり自分らでやらないと全て会社から与えたものっていうのがいいとは限らないんですから、自分らでね働きやすいような環境を作ればいいわけだから。そうです ね、 ね、居心地がいいことが何よりですね。そうですよね、うん、今日はすごく楽しいお話、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。最終回の今日はスポーツの話題で盛り上がりましたよね。ゴルフ、それから自転車、
それから作新学院の話題でも盛り上がりました。またいい会社を築くためには社員の方といい関係を築くというのが大切なんですね。それはでもお二人の人柄からもよく伝わってきましたよね。